はい、今日は久しぶりの成田東ガントリークラブだろうな。大昔は成田スプリングスっちってね、トーナメントコースだったんですよ。ここマルマンオープンやってるんだ。あとここは今シニアですけどね、小舘俊明プロがここで研修生やってたり、なんか日大ゴルフ部出身の人は当時は緑江グループスプリングス系で研修生やってプロになるっていうなんかルートがあったんですけどね。まあそれももう何年前、30年以上前の話ですね、それはね。はい、成田東です。今日は左肩上げない。もう打っていいなこれ。俺イーグランド芝長いな、これフォロー。あ、ここで止めないで、あれ違うね、こうじゃねえな、こんぐらいでいけばいいのか、振らないでこうか、もうちょい左下で、右だけで、信頼か、新しいスイング。よし、フランス花道からパーンと行きたいね。ちょっとフック、花道から軽いフックも。おお、いいね。でけえかな、こっち作るよ。早い、ほら、まあまあ行くの、まあまあ行く。あ、こっちへ下ってんだね。よかった。逆光ですね。3、6個。まあまあ距離、まあまあというか距離あるよね、成田東は。ちょっとね、やっぱりアドレス修正してすっごい打ちやすくなった。しなくてよくなった。また無駄が省けた。イーグランド長いね。これだけだ。これだけ。ちょっとこっちして。これだけ。いいね。何もしないよ。よかったな。ロフトなり、角が見やすくなる。
かった、見れてられる。左足下がり、あの左のバンカーからちょっと大きめスライスかな、距離160-170はないな、160ちょいぐらい、ちょっとアゲンスト。バンカーからスライスするとそんな曲がるかな、曲がるかな、じゃあ曲がるの打たなきゃしょうがないね。あ、これなら曲がるな。あー、振りやすくなった、ほんと振りやすくなった。わあ、いいね。あー、これいいんじゃない。あー、これいいよ。わあ、いいぞ。下り。こっちか。あ、こっちだ。ちょっと。下り。打っちゃった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 、バカ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 、あらららら、ダメだ、打ち癖ついちゃってんだこれ。あらなんだよ、打ち癖だな。危ない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 よ。右端いっぱい。あら、ああ、まあいいや。ダメだ。なんか頑張っちゃうな。よいしょ。ああ、結構なフックラインだな。あとはスピードがどのぐらいか。垂れちゃったな。距離はちょうど。まずまず。まあいいでしょう。よし。こういった。なるほど。なんだよ、そんなにそっちきつかったか。左ドック打ち上げ、左ドック打ち上げのロングホールですね。これは最終ホール、ギャラリースタンド。さて、すごいフックかっこらしたな。すごいフック、閉じ閉じ、気持ちいいだな。低くないけど、まあいいや、がっつりいけるね。がっつりいけますよ。よいしょ。これはショックしないし。
スフック行きたいけど右に出ちゃうとダメだから、はい、さらっと、そしてまだ振りすぎよ、うん、こんな感じだ。あらら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 、残っていくかな、ちょっと打っとこう。半端なスイングだったな。安定球、右も嫌だ左も嫌だになっちゃったな。うわー、これいい球だ、いい球だけど木の真後ろ飛んでったな。一発目がよかった、残ってましたよ。114ヤード木邪魔、まあ、花道にちゃんと転がして出しておきたいね。できないこれ、しょうがない。64ヤード、64ヤード、いやー届ったよ。まあいいや、届ったから、かなり沈んでたね、凹んでたね。ファンクッション入れたい、落とし場所、距離感、これうまいよ、これうまいよ、これはうまくいった。全然ふーって言っちゃったのかな。右ちょっと外すか、ここか、いやー打てなかった。ピンがちょい手前だから120だけど、ちょっとアゲンストね、この130の感じで良さそう。でけえか、もういいよ。あー奥いっぱい、あーちょっとこぼれたかな、ちょっと飛んじゃったな。傾斜がやばいよ、ね。